カギ植物園は台湾の海吉市東区にある植物園である。面積は8.6ヘクタールの植物園で、1906年に台湾総督府食産局のゴム試験農園として設立された。現在は中華民国行政院農業委員会林業試験場が管轄している。1906年に台湾総督府食産局によって、 ゴムの生産の実験と育病のために山小板ただけに設立された。1911年に林業試験場、嘉義シ市場と改称された。1919年から1920年は台湾総督府中央研究所林業部の下部組織となり、1921年にゴム栽培の研究は終了した。他の試験場を統合し、嘉義林業試験師所となり、 熱帯樹木の栽培試験に用いられた。昭和に入って、マホガニー、タガヤ山など南洋群島、オーストラリア、南米からの樹木が試験栽培された。第二次世界大戦後、中華民国行政委員農業委員会に接収され、中保文書課予思工作担が管理するようになったが、樹木の栽培試験は行われなかった。その後、 教育やレクレーションの施設が整備され、植物園として活用されるようになった。62か175種の樹木が栽培されている。カヨシを含む地域の急症の諸羅の継承地、諸羅、八景などに選ばれた。停留場、カヨシ公園停留所、カヨシ公園。ありがとうございます。